はい、ではね、K100 ね、せっかく、修理というか元に戻したんで、飛ばしていきたいと思います。どうだろう、 K100 のオーナーさんは何人ぐらいいるか。この前ね、言ってくれた方は一人いましたけど、他にあと何人いるか。はい、録画。はい、じゃあ何でしょうか。まあ、とりあえずもう、まあ 3D もできない機体じゃないんでね。で、電池はK110 についてたやつを、使います。新しく買ったやつに、ね、ついてきたやつで、サーボは社外品に変えてますね。コネクタがね、本当は110の方につける予定だったんだけど間に合わなかったんでね。はい、じゃあ目の前の泥を避けて飛ばさないとね。これのいいのはね、本当静かでね、室内でも怖くない回転数で、安定は本当 K100 と一緒ぐらい安定はいいですし、6軸もついてますし、ただ 3G する方にとってはちょっとね、パワーが足りないかなっていうぐらいですけどね。まあできなくはなくてね、ただね、なんだ、余裕っていうかね。はい、じゃあちょっと3にします。はい、あ、そうだ、これマイナスが足りなかった。あれがちょっと設定してなかったからね。フルにマイナス、多分ゼロピッチがずれてるんじゃないかなと思うんだよな。はい、じゃあちょっとモーターカットをして、はい、回らないのを確認したら、アイドラップ3にして、スロットルセンター、大型センターね。で、その時に、ずれてるな、相当ずれてるな。こんだけずれてたらマイナスできませんな。チュンジャリンケージメニューのサブトリム、ピッチ。今な、171、マイナス171になってるな。はい、じゃあこれをちょっと、今これプラス側にずってますね。上がった。逆だ。横から見るか。マイナス21まで、いい感じになったかな。はい、マイナス21まで戻しました。まあマイナス171からね21になったんで、まあいい方向に、ピッチがずれてたと。はい、じゃあスロットルを戻して、アイドアップを解除して、で、飛行時間がちょっとどうしようかな、一回リセットするか。はい、じゃあモーターカット解除。これで、もうマイナスピッチが増えてるはずだから、よいしょ。はい、あ、オッケー、マイナス、足りてますね。今度おお、まあパワーはね、やっぱしちょっと物足りないんでね、ギリっていうか、まあ、3D するにはまあギリギリのパワーなんでね。本当はモーターとか変えてみたいんですけど、なんかいいのあったら、コメントしていただけると、試してみたいと思いますけど。はい、あ、降りる、やばい、今フルスロットル、お、やばいやばいやばい、フル、今フルですねこれ。でも本当これね、今から始める方にとってはまあいいと思うんですよね。ただ、パワーが、やっぱモーター変えるか、ちょっと探してみるかな。ただこれ今ついてるモーターがね、KV がわかんないんですよね。あ、それともこれあれかな、もうだいぶ飛ばしてるから、モーターのブラシがもうへたってんのかな。はい、もう今フルスロットルにしたけど浮かなかったんでね、もう浮かないか。あ、厳しいか。あ、刺さったか。もうスキッドが刺さったな、これ。もう今、フルにし、あ、やべ。よいしょ。きついけど、ダメだ。はい。
電池がなくなったっぽいですね。なんか早いな。K110 かなんか電池の減りが早い気がする。はい。まあ、とりあえずね、まあいい感じにどんどん、ちょっとモーター、検索してみよう。じゃあ、そういうことで、これからの、K100、どこまでパワーアップできるか。はい、以上になります。